皆さんこんにちは。昨今問題となっているジャニーズ事務所のジャニー喜多川前社長をめぐる性加害疑惑。ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長は14日、同社公式ホームページ内の動画と書面で、被害を訴える人たちに対し心よりお詫び申し上げますと謝罪。ただ加害があったかの事実認定はせず、第三者委員会の設置はしないなどと述べ、不十分な対応として批判が殺到していました。そんな中、現在ジャニーズ事務所に所属しているタレントの中で最年長となる東山紀之さんが5月21日に自身が MC を務めるテレビ朝日系サンデーライブに生出演。そこでこの事件について初めて思いを語り謝罪。大きな話題となっていました。果たしてどんな思いを語ったのでしょうか。そこで今回は東山さんが語った謝罪の内容、それに対するファンの反応などをご紹介していきます。元ジャニーズ Jr. のカウアン岡本カウアンさんが2023年4月12日に日本外国特派委員会でジャニーズ事務所の創業者であるジャニーさんによる性加害について記者会見を行い、大きな問題となりました。これ以降、カウアンさん以外にも被害を訴える人も現れ、生々しい被害内容で大きな話題に。もともとジャニーさんによる性被害は1960年代から時折報じられていて、ジャニーさんがセクハラをしているのでは噂になっていました。今回カウアンさんによって性的虐待行為が暴露されましたが、過去に何度も性虐待を繰り返していた疑いがあり、詳しい被害者の人数は明らかにされていませんが、下手をすれば数百人以上の被害者がいる可能性も十分に考えられるそうです。過去には光源氏のメンバーになる予定だった小山翔吾さんがジャニーズのセクハラ行為を暴露し、さまざまなジャニーズタレントの被害者の予測や噂がありました。しかしそれらを本人たちが認めているわけではないため、真実は分かりませんが、カウアンさんが過去に性被害に遭ったであろうジャニーズをガーシーさんとの YouTube で証言しています。そして問題がどんどん大きくなっていき、先日14日の夜に藤島ジュリー景子社長が動画と社長名の書面を公式サイトで公開。約1分の動画で藤島社長は、何よりもまず被害を訴えられている方々に対して深くお詫び申し上げますと謝罪しました。一方、書面では元ジャニーズ Jr. のカウアン・岡本さんらが被害を訴えている点について、当事者であるジャニー喜多川に確認できない中で、私どもの方から個別の告発内容について事実と認める、認めないと一言で言い切ることは容易ではない、憶測による誹謗中傷等の二次被害についても慎重に配慮しなければならないなどと綴り、明言を避けています。この一連の疑惑について藤島ジュリー景子社長は、積極的に知ろうとしたり追及しなかったことについて責任があると考えているとしつつ、自身の進退については、今すべきはこの問題から逃げることなく被害を訴えてこられた方々に向き合うこと、さらにこれから先二度と同様の問題が起こらないよう、すでに着手し始めている経営改革、社内意識の抜本的改善をやり抜くことだと考えておりますとし辞任を否定。ただこの対応に対し物議が起きており、話題となっていました。そんな中、ジャニーズ最年長タレントとなった東山紀之さんが日曜午前5時50分から放送されているサンデーライブに生出演。自身が MC を務めているこの番組で今回の騒動について謝罪を行いました。午前6時20分頃、この話題を取り上げた東山さん、ここで少しお時間をいただきますと切り出すと、先週の事務所からの公式見解が出されたことに触れ、この件に関しましては最年長である私が最初に口を開くべきだと思い、後輩たちには極力待ってもらいました、彼らの心遣いに感謝しますと説明しました。そして元ジャニーズ Jr. の男性たちの訴えについて、今回の喜多川氏に対する元ジュニアたちの勇気ある告白は真摯に受け止めねばなりません。実際に被害を訴えられていることは切実で残念でなりません。未成年に与えた心の傷、人生への影響は計り知れませんと推し量りました。先述の通り、事務所による再発防止策も出されましたが、我々もどのような未来を迎えるべきなのか、現在在籍しているタレントはどうすべきなのか、告発された皆さんにどう対処すべきなのか、またそもそも
ジャニーズという名前を存続させるべきなのかを含め、外部の方と共に全てを新しくし、透明性を持ってこの問題に取り組んでいかなければならないと踏み込んだのです。最後は心を痛めた全ての方々、本当に申し訳ありませんでした。今後は今いる皆と共に安心して応援していただけるよう、一丸となって全力を尽くしてまいります。日曜の朝にこのような話をしてしまい、重ね重ねお詫び申し上げますと頭を下げ謝罪。そしてしっかり道しるべを作って、これを第一歩としていきますと述べました。東山さんは1979年にジャニーズ事務所入り、1982年に錦織一世さん、植草克秀さんと少年隊を結成し、一世を風靡するなど、一貫してジャニーズ事務所に所属してきました。2021年にはマッチこと近藤真彦さんが、ジャニーズ事務所退所して以降は所属タレント最年長となっており、新人タレントの教育係を務めるなど、ジャニーズを陰で支えていました。そんな東山さんにとっては、今回の件は非常に残念に思っているでしょう。一方で、こうした経緯と謝罪を行った件についてファンからは、これ社長が発言するような内容だよね、なぜタレントの東山さんが謝罪してるの、別に幹部とかじゃないでしょ、東山さん本人がやらかしたのなら今回の謝罪はわかるけど、これは会社の問題、結局スポンサーから言わされてるんだろうなと、事務所の対応に不満を覚えたファンが多くいました。ただ今回の声明には、同じ事務所に所属する嵐の櫻井翔さんをかばってるといった声もありました。というのも、櫻井さん、5月15日放送のニュース ZERO では、前日に公開された藤島社長の動画を受けて、キャスターとして出演する際にどうコメントするかが注目を集まっていました。しかしカメラの前に立ったのはメインキャスターの有働由美子さんだけ。櫻井さんはフレームアウトしたことで物議を醸していたのです。また同じくニュース情報番組に出演する城島茂さんや中丸雄一さん、風間俊介さんらは、現在のところ性加害問題に関して言及しておらず、ファンから疑問が持たれていました。しかし東山さんがこうして自分が喋らないように後輩にお願いしたと発言したことで、謎が解け、ファンも安心したという声も上がったのです。櫻井さんのバッシングを見かねたのかもしれませんね。ただ東山さんの発言内容自体はファンにとって共感できる部分が多かったのも事実。昨今多くのタレントが退所しているジャニーズ、今回の件で悪しき風習を断ち切り、新たに生まれ変わることができるのか注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。